ボアコンストリクターは、ボアカボア族に分類される蛇。本種のみで、ボア族を形成する。特定動物。別名赤王ボア、爬虫類愛好家の不調的故障でボアコン。メキシコ南部以南の北アメリカ大陸と、南アメリカ大陸、ショーアンティル諸島最大全長430センチメートル。通常は最も大型になるとされる元種でも300センチメートルほど。 オスよりもメスの方が大型になる。もっとも流通量の多いアシュ、BC インペラトルでは150から240センチメートル。BC インペラトルでは最大でも200センチメートルに達しないクラウケーボアと呼ばれる地域個体群もいる。分布が広いためか、体色や形態はアシュ、地域、個体による変異が大きい。野生でも淡い白色を帯びる BC インペラトルの ホグアイランドボアと呼ばれる地域個体群もいる。熱帯雨林やサバンナ、農耕地や民家近くに生息する。幼体は樹上性の傾向が強いが、成長に伴い地表性になる。植生は動物食で主に鳥類、哺乳類等の高温動物を食べる。太い銅は待ち伏せからの素早い飛びつきに適している。 銅で締める力が強く、首相名のコンストリクターは、締め殺すものの意。獲物に噛みついた後、胴体で獲物に巻きついて締め殺す。繁殖形態は、卵体制で、一度に20から60匹ほどの、妖体を生む。革は革製品として利用されることもある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。最も流通するのは、BC インペラトル。 2020年の改正動物愛護法の施行により、本種の愛玩目的の飼育は禁止となった。展示施設等での飼育にあたっては、地方自治体の許可や、マイクロチップの埋め込み等が必要になる。いかにも、オロチといったその形態から、以下の映画にも登場している。ありがとうございます。